じゃあ私から行きましょうか。私ですね、採用の王というアカウント名でツイッターをやっておりますものでございます。今大手メーカーでですね、人事部門で働きながら、まあ、個人事業主としてもですね、いろんな活動をしております。よろしくお願いいたします。はい、次は長谷子やらせていただきます。私はですね、ちょっと今日は会社名はお伝えできませんが、建設系に分類されるような会社で、採用担当を7、8年ぐらいで、その後今は営業職をやっております。はい、京都の中堅商社なのかな、エネルギー関係と建設材関係の専門商社ので、人事をやってる松永と言います。採用担当としては今8年、自社が有名じゃないので、だからいろんなことやりましてですね、で、学生に会いに行くってことで、まあ、一番最初に会ったのはモスバーガーおごるっていうイベントは初めてですねあと次はまあスタバをおごったりとかですね、いろんなものをおごってます。いろんな、なんか打てるって全部打ってましたけど、僕自身が何だろう、就職活動が、就活がめちゃくちゃ嫌いだったので、理由を解析していく中で、なんか嫌だなと思った理由を共感できるものが今の学生もあるんじゃないのかなと思って喋ってると、まあ割と人数は多そうで、なんかいろんな切り口で取られたらいいかなと思って、まあそういう発信をしたりとかして、ツイッターとかいろんなボイシーとか音声配信とかもいろいろやっております。関と申します。よろしくお願いします。私も会社名は出せないんですけれども、とある商社に勤めております。で、私自身は、まあ、実はちょっと9月末で会社を退職をする予定ではですけれども、ちょっとスタートアップに転職する予定なんですけれども、うん、今私もともと入社してから4年間新卒採用をやっておりまして、まあ、今はヘルスケア系の新規事業を担当しております。夏インターンシップについてということですね。夏のインターンシップは冬もそうですけれども、本選考以上に倍率が高いんですね。ですよね。ただ、まあ、まあ学生さん側のメリットとして、そのなんか、まあ、落ちてしまったらなんかもう罰つくのかっていうようなところは全くないですし、うん、逆に参加をして、うん、ダメだったら罰つくのかみたいなのも、それもあんまりないんですよね。うん、いい学生は丸がつくと思うんですけれども、うん、ダメだったからといって罰がつくっていうのは、うん、本当にほぼほぼない。よっぽどなんか態度が悪かったとかですねそれ以外、その仕事の出来だとか、なんかパフォーマンスとかで三角とか×がつくって基本あんまりないので、うん、逆に倍率が高いので結構優秀な生産とかも多かったりするので、そういう人から刺激をもらったりだとか、まあ、参加するメリットっていうのは非常に、まあ、ただまあ学生さんも忙しいと思うので、どこに参加するかみたいなところは、まあ、あるとは思うんですけれども、いろんな業界を知れるっていう意味では、1業界1インターンシップぐらい行ってみてもいいんじゃないのかな、なんかは思ったり。ありがとうございます。よくね、学生さんからも夏インターンシップ全然通らなくてもうダメだってね、おっしゃってる方、うん、よくね出会いますけど、正直もうそんな全然気にしなくていいですよね。挽回くらいでもできるし、ね、挽回くらいでもできますね、うん、むしろ学生さんってポテンシャルの塊なので、そこで罰つけたりとかしないですよね、夏ね。しないですね、うん。まあ、小手先の話で言うと、だいたい前日とか当日ってキャンセル出てるんで、どうしても行きたいってところがあれば、例えば当日電話してみるとか、直接突撃するっていうのもありかもしれないですけど、ハイリスクハイリターンかもしれませんが、そういうこと。あとはドコモインターン受け入れてもらえないのであれば、まあ、例えば自分で OB 訪問してみるとか、OG 訪問してみるとか、なんかこう枠にはまらずに自分で考えてまず行動してみるっていうところは本当にすごい武器になるなと思うから、就職活動はきっとうまくいくと思いますし、社会人になってからもすごく役に立つ力ですよね。そうですね。例えば、まあ組み合わせでインターンどうしても参加したいんですけどって電話して、いやもう枠がないんでって言ったら、じゃあ例えば社員紹介していただけませんかとか、うん、そういうのもありかもしれないですね、うん、私は逆にその学生の時、その体育会だったので、あんまりその数受けれなかったので、その分行きたくない会社の OB 訪問をたくさんしてました。ちょっと話ずれるかもしれないですけど、結構その興味があるものって自分でその洗脳しやすいと言いますか、理由付けをしやすいので、僕がずっとやってたのは、行きたくない会社を言語化するっていうのを、まあ、よくやっていてですね、まあ、そうすると行きたい会社ってなんか自分でなんかその信じ込んで、ここが行きたいみたいなっていうのを無理やりなんか理由付けをしてしまう傾向にあると思うんですけど、行きたくない会社をOB 訪問とか、なんかメーカーとかあんま興味なかったんで、ただサンダの工場とかにですね、OB 訪問しに行ったりだとか、まあそういうような感じで、行きたくない会社を言語化してみるっていうのは、結構
最終的に行きたい会社の理由になったりもするので、うん、僕は個人的におすすめだったりはするので、インターンシップとかでもなんか行きたい会社落ちたんだったら逆に行きたくない会社なんか受けてみるだとか、うん、そういうのはありかもしれないなとは思ったりしました。ちょっと僕ちょっとだけ話させてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。僕ね、インターンシップがない時代の就職活動生やったんですけど、僕ちょっと金融苦手やったんですよ。なんでかって一個あって、僕も大企業とか好きやったんですけど、バイトしてる時に内装業でいろんな会社入ってたんですね、オフィス家具を入れるっていうことやったんで、もう工場から銀行の倉庫からいろんなとこ入っていって、いろんなこと設置しに行ったんで、会社の裏側が全部見れたんです、それが僕にとってちょっと合わなかったのが当時の時にやったんですね、今は違うと思うんですけど、なんかそれがすごいなんかこう、なんかもうなんか総合職で入った人の悪口をめっちゃ言ってる人たちがたくさんいて、うわ、やだ俺ここと思って距離取っちゃったっていうのがちょっともったいないんですけど、今は違うと思うんですよ。なんですけど、そんな風になんかバイトとかも含めてなんですけど、こう社会人で触れていくと、なんか良さそう、よくなさそうっていうことの経験にはなるので、だから、ワンデーでも何でも、まあ、僕は行った方がいいかなとかいう感覚とか、だから、嫌いなことも分かると思うんですね。関さんみたいにこう、ざわっとするとか、あ、俺ここちゃうわ、やっぱ向こうっていうのがあって、そういう指針を見つけるのもいいかなといつも思って、学生さん話は聞いてますね。お、ネクストテーマ。ございます。いや、お題ですね。OB、OG 訪問についてということで、これはもうどんどん、もう とことんやったらいいんじゃないのって私はもう思ってますね。就職活動ってまず大人になれるところからスタートかなと思ってて、社会人と話し慣れてないと、そもそもなんかもう萎縮しちゃって喋れなくなっちゃうとか、丁寧に喋ろうと思って言葉が出てこなかったりだとか、そういったこともよくあると思うんですけど、でこれ大人になれないといつまで経ってもできないですしね。と結構その受ける方は意外と嬉しいんですよね。 OB OG 訪問頼まれて嫌な思いする人ってほとんどいないと思うので、もうガンガン行っちゃっていただければいいかなと思いますけど、皆さんいかがですか。 OB OG 訪問の中で結構大事だなと思ってることが、特定の人に傾倒しないことが大事かなと思ってて、なんか例えばですけど、ある会社の人の OB OG 訪問で行って2人紹介されて2人やったら2人とも違うなと思ったら、僕たちにとってはその会社の全てだと思ってしまうんですけど、実は唯一の2人だった可能性もあったりするんですね。僕ある程度の数がいるのかなっていうふうに思ってる人ですね。あとその皆さん多分すごくよくわかるって言っていただけると思うんですけど、その人事から出す、まあ、OB 訪問にしても説明会に登壇する社員にしても、成果は出してないけど学生受けする人と、成果は出しているけれども学生受けをしない人とかってパターンあると思うんですよ。で、商社の中でもそこ結構毛色違っていて、とある財閥系の商社はその学生受けをするかどうか関係なしに人事から出ていく人は基本その優秀な人、要は成果を出している人を出すっていう会社もあるんですよね。一方でそうじゃなくて、まあ、成果出してないけど学生受けしそうな商社マンっぽい人を当てがう会社とかもあったりするので。そんなのあるんすね。ありますあります。ありそう。これはOB OG訪問に近いって話ですけど、ある意味若手人事って OB OG訪問に近いじゃないですか。ここでなんか言う、まあ、悪口じゃないんですけど、キラキラ系の人とかはそういう傾向がありますね、仕事全然できてないけどやけど受けがいいからっていうのはあります。正直だからあれにコントロールされないのは割と僕大事だと思ってます。だからおっちゃんとか年齢離れてる人とか、なんかいぶし銀みたいな人とかと出会えるかどうかは結構ポイント高いなと思いますけどね。OB OG 訪問とかリクルーターとかって会社によってはその学生と面談するためのトレーニングとか知識をインプットされている確率も高いので、どこまでその社員が素を出してるかっていうのはかなり場合によるだろうなっていうのもありますよね。まあ、でもなんか僕はその OB OG 訪問で憧れるという話でいくと、僕どっちかっていうと憧れよりも、あ、なんかこの人似てるな、抜かせるなと思ったところに入る傾向が強かったです。数年後自分もそこに立ってるなと思えるぐらいの感覚を狙っていくっても結構狙い方としてありだなと思ってます。フィット感みたいなとこもありますよね。そうですね、求められてるかどうかみたいな、ね、その求められが強くなると成果が出ると思うんですね、おそらく。いやもうたくさんありますよね。意味のわからない丸々力いらんなと思ってます。あ、何それみたいなやつですね、これ多分テンプレっていうかね、そういうのが出てるからだと思うんですけど、あれはね、
本当にそれが当てはまってれば、まあ、うんうんってなるんですけど、なんか つながんないんですよね。なんか無理やりなんかこう何々力あるって言わされてるみたいな。なんかこういうことがあって、この何々力があって、こういうふうに解決しましたとか、ちょっと後の話聞くと、どこつながってんのこれみたいな。僕とかあったらなんか飲み会運営力がありますとか書いておきますけどね。あ、分かりやすいですね。その方が後のテーマは絶対ずれないんで、うん、なんか変に抽象度高めで書かん方がいいんちゃうかなと思ってます、うんうん、創作用語丸々力ありますがエピソードとつながっていないケースもありますし、他の人と比べて卓越してすごいとは思えないなっていうケースもあるかなと思っていて、で逆に丸々力が自分にはないと思っているけれども、いやそれすごいよっていうケースも多分皆さんいろいろ見てきてるんじゃないのかなというふうには思いますね。そうですね、多くの学生さんありますよね。でもそこがいいんだよってね、就活っぽくないから消してしまおうっていうのは結構リスク高いなと思うので、うん、誰だと相談した方がいいと思いますね。丸々力がありますというふうに締めくくるのが難しいとか、なんか思いつかない、自分ってなんて平凡なんだみたいな話よく聞きますけれども、そういう時はあの丸々力がありますっていうまとめ方をしない方がいいと思っていて、そう、うん、でよくあの学生にも言いましたし、あと面接官側のね、あのスキルトレーニングで皆さんも多分されているでしょうけれども、学生のエピソード事実を聞いてそれに基づいて、まあ、再現性があるかどうかを評価する、どんな力があるかを見極めるのは会社側なので、うん、皆さんは端的にエピソードを、なるべくそのことを全く知らない人にもいかに分かりやすく伝えるかっていうところに注目するっていうのが、あの、まあ、難しいことですけれども、あ、ぜひ頑張ってもらいたいことかなとは思いますね。なんかあのアルバイトとかで店舗の売り上げを2倍にしたとか3倍にしたとか、うん、そういうエピソードが多すぎて、うん、もうそれが来た瞬間から怪しいなって思ってしまう自分がいるぐらい、うん、あ、もうなんかあるあるなんですよ。ああ、僕もあの全く同じ話をしようと思ってました、うん、結果無理ですね。ちっちゃい店舗で最近やってはる友達がやってる個人商店やったらいけるんですよ、うんうん、そんなものは、うん、でもね、ある程度の規模あったら大人なめんなよって感じはするわけですよ、こちらもするとどんだけ改善してきておんねんみたいな。ただちょっとしたアイディアでお客さんが喜んでくれましたとか、うん、なんか来店がその方は戻ってきてくれましたとか、素敵な話だと思うんです、ね、うん、そう、まあ、そんなんでいいんちゃうかなと思うねんけどな、うん、ですよね。なぜわざわざ学生なのに社会人のフィールドであえて戦おうとするのみたいな。そうするとそのフィールドで質問するよっていう学知が結構いっぱい来るんですけど、それよりは、いや、あなたのエピソードそこじゃなくてみたいな、そうじゃないよねと、学生らしいいろんな取り組みしてるじゃんって、失敗もしてるじゃんって、いいじゃんその失敗話せばって、むしろって、なんでそんなサクセスストーリーでなビジネス的に話しちゃうのっていうのは思うことよくありますね。結構ね、喋った方がいいなと思ってるのが、思考傾向と行動傾向。これ、会社入ってから何回も出るんですよね。その人のそういうところ。うん、同じシーンが出た時に、やっぱりこうなるとか、一人で決めちゃいがちとか、聞けるとかもそうなんですけど、だそこの部分が日頃、どうしてももう癖と言えるようなこう動きは再現されるので、うん、まあ、そこが気づけるかどうかと喋れるかどうか、すごく大きくて、これは数字化とか、ね、ビジネスよりもずっと大事で、だってね、ビジネスで来られたら、それはすでに業務委託契約みたいな感じ聞きますよね、こっちもね。そうそう、そうなんですよ。そうなんですよね、うん、学生さん。聞いてったら、なんだよ、そんなもんかよっていう、だから期待値高いとこからスタートして、着地めっちゃ低くなるっていう。そうそうそう。これ不利ですよね。不利。もったいない。うん、もったいない。